皆さんこんにちは。スピリチュアルカウンセラーの片山田塚です。今日も皆さんからいただきました質問を一つ採用させていただきまして回答していきたいと思います。いつもありがとうございます。早速もう読み上げていきましょう。 K さんからです。 K さんありがとうございます。以前何かの動画で自分が信仰している宗教以外のお寺などを訪問すると君は違うでしょと注意されているんだよと聞いたことがあります。私は信仰している宗教がありますが、この手軽な YouTube でサクッと浄化やお祓い動画を見て気持ちよくスッキリさせていただくことがあります。明らかに他の宗教だとわかる動画ではなく素敵と思うスピリチュアルさんを選んでいるつもりです。でも実は良くなかったりご先祖様が嫌がったりしているんでしょうか。回答をよろしくお願いいたします、という質問です。今回本音をお伝えします。まずは回答をする前に本音をお伝えすると、すごく難しい内容なんです。答えが難しいではなく、いろいろな問題があるから宗教については私は今まで深く語ってこなかったんですね。皆さんが信仰している宗教がある方がこの動画を見たらどう思われるだろうと思ったりも、いろいろな視点から考えると、今日のこの質問を回答するかどうか正直迷ったんです。でも私のユタスピリチュアルカウンセラーとしての意見を、私が霊視して伝わるものを私の視点でお伝えさせていただきます。どうしてかというと、もし宗教をねやってらっしゃる方が私が今から回答することを聞きますと嫌な気持ちになる方や絶対違うと思う方もいらっしゃるはずです。なので信じても信じなくてもどちらでもいいです。私が今から宗教の話をすることを嫌だなと思ったら今の段階で止めていただいても結構です。私が霊視をさせていただいた回答をそのままお伝えさせていただきたいなと思います。なぜかというと、同じような思いで悩んで迷っていらっしゃる方が世の中には多くいらっしゃるのかなと思って、人生プラスに前に進んでいくきっかけに今日の回答がなったらいいなと思います。ただ宗教に関しては言葉をしっかり選んでお話をさせていただきます。では回答させていただきます。霊視した回答です。まず K さんはある宗教を信仰されていらっしゃいます。違う神様とか違う宗教をやってらっしゃるお寺に行ったりとかすると、そこの神様があなたはここの神様や宗教じゃないでしょと、おそらく先ほどのメールの内容は神様がそういうことを言うんだよということをおっしゃっているんだと思うんですね。私は実はいろいろ唱えさせていただいたりとかしますが無宗教なんです。でもたくさんのいろいろな神様とつながらせていただいております。後でその話も少しさせていただきますね。まずは回答いたします。まず自分が信仰していないお寺さんなどに行ったらあなたは来てはダメだと言われているのか、行ってはいけないものなのか、神様があなたはここの信仰している宗教とは違いますよねと声をかけるということはないです。ないというのが回答です。でも一生懸命宗教をね信仰していらっしゃる方が今の回答を聞いたらとても嫌な気持ちになったりとか、本当にね他さん間違ってると思う方もいらっしゃるかもしれない。なので皆さんが信仰していらっしゃる宗教を信じ、大切なことは私はスピリチュアルの視点で霊視投資その力を使わせていただいて回答しているものです。今回の動画をご覧になって力にしていただけたらいいなと思います。またねすごく大切なことは、神様がそういう言葉を言う言わないではなく、ご自身が信じている神様ではない、そしてご自身が信じていらっしゃる宗教ではないところの
お寺さんとか行った時に罪悪感があったり嫌な気持ちがあったり後ろめたい気持ちがあるんであれば行かない方がいいです。それは行く意味がないからです。嫌な気持ちになってそこに行く意味は何でしょうか。いつも私がお伝えしているように心がとても大切なんです。嫌だな、ダメかもしれないな、罪悪感があるな、本当は神様に怒られてるかもしれない、この宗教に対してはいけないことをしてるかもしれないと大思いになるんであれば、そこはやめた方がいいのではないかなと思います。心がどこに向くかです。私はそこが一番大切だと思います。宗教、何を信じてもいいんです。どんな神様を信じてもいいんです。本当に私がいつも思うのは、大切なことはその宗教をやって心が癒されたり前向きになったり、見てくださる、見守ってくださる神様がいらっしゃって、そしてそこで一緒に信仰している仲間がいて、心強くって生きる力になれば私は素晴らしいと思います。ただいろいろな宗教にも問題があったりとかして、人を傷つけたり人を殺めたり、いろいろな問題があって心が苦しくなる、もし宗教団体に属しているんであれば、私がやめなさいと、私はそれの宗教が違いますという立場ではないです。それはご自身でしっかりと判断してください。実は私のスピリチュアルカウンセリングでは一度もこの宗教の話を YouTube でもしたことはなかったですが、たくさんの宗教の悩み、ご相談を受けております。内容は一切お話はしません。ご自身でしっかりと向き合って、本当に素晴らしいものなのか、心はとてもいい気分になるのか、そこが答えだと思います。宗教ってすごい素敵だと思います。でも私は無宗教ですが、神道も仏教も全部混ぜた上で、私がつながれる神様、私と相性のいい神様、この神様と思う神様をお呼びさせていただいております。それでも私は一度も神様に怒られたことはありません。あなたは何の宗教ですかとか、あなたはどの神様が一番好きなんですかとか、あなたは何の神様をこの間お呼びしてましたよねとか、そんなこと言われたことがないです。違う宗教のお寺さんに行ったりとかした時に、あなたは違うでしょという言葉を、あなたは言われてるのよという言葉は人間が使う言葉です。神様がお使いになるお言葉はそういうことはおっしゃらないと私は思っています。神様は偉大です、寛大です。私たちの人間の感覚をはるかに超越された存在だと私は思っていて、違うところに行ったから嫉妬心が出たりとか、あなたは違うよという言葉は言いません。私はそう思っています。もし私がいろいろな神様とつながらせていただいて、その神様に怒られたり、あなた違うでしょと言われていたらお伝えします、皆さんに。でも今日この話をさせていただく前にしっかりと霊視させていただきました。この内容は、神様は何ておっしゃるんですか、ダメなことですかって私の霊視で聞かせていただきました。言わないと回答が出ました。そしてこの方がね、 K さんが明らかに自分の信仰している宗教とは違うなと思った時には見ませんがと注意書きが書いてありました。そして自分が何かすっきりしたりとかするために YouTube の動画でお祓いとか浄化とか何かヒーリングのとかを見ています、そう書かれていました。そのことに対して
ご自身がすっきりするためにと書いてありました。先ほどのお話と一緒です。ご自身がその動画を見て嫌だな、何か嫌な気持ちがするな、本当はいけないのかなと、罰が当たるのかなとか、いろんなことをお考えになるんであれば一切見なければいいです。でも K さんはすっきりするためにその動画を見ていますと、自分のこの人と思ったスピリチュアルのヒーラーさんのお言葉を聞いたりとか、何かヒーリングをしてもらう動画を見たりとか、私はいいと思いますよ。それがご先祖様も怒っていますか、嫌な気持ちになっていますかってなっていないはずです。私たちが認識している思いとは違う次元で、優しく大きな懐で見てくださっています。自分の子孫がそれで心が穏やかになって、前向きになって、愛があって感謝があって、今日一生懸命生きているんであれば、その動画を見て何をやっているんだと怒るでしょうか。頑張りなさいと思うと思います。ご自身の信仰している宗教、一生懸命やられるといいですよ。でも何か本当にね、何度も言うように罪悪感があるならやめればいいです。でも嬉しい気持ちなんであれば、その宗教だって続ければいいし、心強く受ければいいし、信仰していけばいいし、その学びを真剣に学んでいけばいいし、素晴らしい教えでしょう。それをしっかりと愛でちゃんと学ぶことができれば本当に素晴らしいと思います。なぜ宗教があるのか、そこに意味があると思います。私たちは心が弱くぶれやすいです。愛が分からなくなる時があります。その信仰している宗教によって愛を学び、強さを学び、人と手を取り合うことを学び、素晴らしいと思います。自由です。何やっても自由なんです。人を傷つけなければです。今日お話しさせていただいた宗教の話はものすごく繊細な話で、本当に悩みましたが、でもこれを見て前向きな気持ちになるんであれば私はいいと思います。ただその宗教にね、属している仲間や先輩方がそれは良くないと思いますよという話であれば、何を信じるかです。何を信じてもいいんです。でもその関係性や自分が、あ、でもそうだなと思うんであれば、素直にやめればいいだけです。素直にシンプルに全てを捉えるんです。そしてどの宗教を信仰されていても、愛を感謝を忘れないことです。そしてぶれない強さを学ぶことです。私はそう思っています。いろいろな神様とお話をさせていただいて、学ばせていただいて、結局やっぱり答えは愛だといつも思っています。私は自分の思ったことを信じて、自分の行くべき道を行きます。その私の考え方が嫌だなと思う方は仕方がないことです。でもそんな私を受け入れてくださるんであれば、一緒に学んでいけたらいいなと思います。不特定多数の多くの方がご覧になっています。嫌な気持ちになっている方もいらっしゃるでしょう。でも私がいつも思うのは、この人生一つでも多く学んで成長して、愛を学び強くなっていきたい、それだけです。 YouTube を始めたのも、何か皆様とお話をすることで何か私たちが成長できたらいいなと、その一心です。何かが届けばいいなと思って、今回の質問内容を採用させていただきまして、お話をしました。どうか皆様にとってこの言葉がプラスになりますように。またお会いしましょう。いつも皆さん本当にありがとうございます。さよなら。